オナガシミは、シミもくシミやもくシミかヤマトシミ族に属する、原始的な昆虫。名前は、メスの産卵管が、他のシミ類に比べ長いことに由来する。成虫の体長は、最大15ミリ程度。体は、微妙に、金属光沢感のある灰色ないし、銀色の鱗粉に、覆われている。死は、単光色、触覚、微妙には、不明瞭な、縞模様を有する。 同族の黒松シミによく似ているが、本種の方が色素が薄く、こ子し説に模様を持たない等の特徴により、区別することができる。同じく同族の大和シミとは、触覚、微毛の島模様の有無によって判別できる。暖かい地方に広く分布する反世界種である。初発見報告地はオーストラリア。日本国内では、九州から南西諸島にかけて、及び、 小笠原島の家屋内から採取の報告がある。南西諸島で大和市民として報告されている例は本種である可能性が高い。羽を持つ前の原始的な形態を留めている昆虫で、幼虫と成虫で、ほとんど形態が変わらない。生涯脱皮を続け、触覚や死を失っても再生することができる。雑食性で、髪や霊音などの繊維をはじめとする。 人工ものも食する。個体差が大きいものの飢餓に対する耐性が高く、3週間から10ヶ月近くの絶食に耐える。水分は口を介して飲むわけではなく、空気中の湿度を吸収している。指摘温度は摂氏23度。摂氏11度以下になると不活発となるが、いわゆる冬眠状態にはならない。昆虫が冬眠気候を獲得する以前の生態をとどめていると、 考えられる。昆虫にしては長寿で、少なくとも3年以上生きる。ありがとうございます。